リチャーズはアメリカの科学者。水質検査基準を確立したパイオニアであり、アメリカで最初の女性職業科学者であるとされる。同時に学校給食制度や家政学の成立に貢献した。1842年12月3日、マサチューセッツ州ダンスタブルに生まれる。16歳までの教育は家庭で両親から受ける。大学入学を目指して自ら貯金を蓄え。 26歳の時にニューヨーク州のバッサー大学に入学する。在学中、同大学で教弁をとっていた女性天文学者マリア・ミッチェルの影響を受けている。ただし、天文学には進まず、科学を通じた社会奉仕への関心から科学の道へ進んだ。バッサー大学卒業後、1871年に女性として初めてマサチューセッツ工科大学に入学。 特別性として学費を免除されての入学であった。これは、評議員や学生から文句が出た場合に、学生ではないと弁明できるための措置だったが、リチャーズ自身は、学長の優しさによる、元の認識していたと述べている。MIT 卒業後、MIT の鉱物学者、ロバート・ハルウェル・リチャーズと結婚。他の女性たちの科学の勉強の機会を作るために、努力し、その結果、 1876年に MIT に女子実験室を開設された。この実験室は世界最初の女性科学研究所とされる。リチャーズは女子実験室の助手になるとともに、特別性として入学した女性たちの教育とサポートに尽力した。1878年、女子実験室は取り壊され、MIT の正規の学生のための科学研究所として、 生まれ変わり、また女性も男性と同等に入学できるようになった。1884年に MIT は新しい研究所を開設し、リチャーズは衛生科学を担当。加えて1887年からマサチューセッツ州の上下水の包括的分析調査に従事した。この調査では約4万件ものサンプルの分析を行い、 世界初の水質純度表の基準となる正常塩素量地図を作成した。なお、この業績は日本ではほとんど受容されてこなかった。女性の教育機会拡大の先駆者としても活躍する。マリオン・タルボットと共に、1882年に大学女子卒業生の会を設立。また、アンナ・エリオット・ティックナーの尽力によって設立されていた。 家庭学習を奨励する会において、科学分野を担当し、女性のための通信教育に貢献した。1890年、ボストンにニューイングランドキッチンを開設し、低所得者層の人たちの食事についての意識改革を試みたが、受け入れられず閉鎖の道をたどった。ここでの考え方や技術を活かし、1893年に開催されたシカゴ万国博覧会において、 ランフォードキッチンを開設し、展示を行った。この展示は、合理的な調理方法や台所改善の必要性を具体的に伝えるものであり、来場者は1万人に及び、栄養教育の啓発や増進に成果を残した。1899年には、図書館学者のメルビル・デュイと共に、ニューヨーク州、レイク・プラシッドにて、火星学に関する会議であるレイク・プラシッド会議を、 組織するとともに議長を務めた。この会議は1908年まで10回開催され、米国火星学会の設立に至り、リチャーズは米国火星学会の初代会場に選出されている。晩年、1910年に、ウテニクス、ザ・サイエンス・オブ・コントローラブル・エンバイロメントを表し、環境調和的文化の創造や、ユーセニクスの普及に尽力した。 1911年3月30日、ジャメイカプレーンの自宅で死去。自宅は1992年に国定歴史建造物に指定されている。ありがとうございます。